はい。はい。紙やって。かんぬな。はい。カニカマとチャームチ第101回。101回。新たなスタートということで。はい。は特になんもないんですけど。新年2回目ですね。ねえ。はい。もう、たって、でももう今年始まって2週間経とうとしてるんですか？そうですね。ねえ。いいですね、なんか。なんかね、もうこの年になるとさ、うん。言って、あるよ、あの、正月休みとか、はいはいはい。お盆とかあるけど、うん。やっぱ学生の時みたいに、夏休み、春休みみたいなのがないからさ、冬休み。ないね。うん。なんか、区切りがない分、早く感じねんの。ああ、なんかずっと、ルームランナーで、ずっと走らされてる感じ。うんうん。ほんで、なんか、もう、ああ、いつの間にかもう、ああ、夏アニメの時期から、区切りがアニメになってんね。そうね。そう、あで、だから、この前まで見てた、はい。冬、はい、秋アニメか。見終わって、はい。はい、あ今日、まあ、その一つの、チェーンソーマンの企画やりますけど、うん、はい。俺でもな、うん。去年の、だから1位は決まってんねんでも、アニメの見た。そうなんや。うん。うん。何です結構ベタやけど。何あ、じゃあ3位から行くわ。うん、うん。これな、結構もう、うん、秋アニメが2つ入ってくんねんけど、はいはい。3位が機動戦士ガンダム、水星の魔女。そうなんだ。これは面白かった。で、2位が、うんあこれは最近舞台化も話題の。はい、てかもう、やってた時結構話題やったけど。リコイスリコイル。はあ、見てたんですね、あなた。めちゃめちゃ良かったですよ。でも、今年これやなと思ったら、うん、いやこの1位が超えてきて。ええーね。ほんまにリコリコがあったから、はい。あの、あ、今年も、あ、久々やなみたいな。うん、めっちゃいいアニメ、しかもオリジナルアニメで、うん、めっちゃいいアニメ出会えたわと思って、うん、なんか嬉しかったよ。はいはい。なんかあの花とかさ、オリジナルアニメで言ったら、うんうん、あのあたりのアニメを見たよ、見た後のようなそんな充実感があって、はい、でも1位がちょっともう超えてきたなこれ。なんでやん。1位。ああでもこれはもう話題よ今。ほう、うん、ボッチザロック。ああなるほどね。うん、これすごかったな。知ってるよね。見たことないんですけど、うん、見たことない。いやよかったわ。うん、うん、なんかよく軽音と比べられるけど、あどんな、あそういう系のアニメなんだ。まあガールズバンド音楽。あそうなんや。あの主人公がボッチというか友達できたことなくて、うんみたいな、ちっちゃい時から。で、中1のぐらいの時に、うん、そのテレビで、うん、その、M ステみたいな番組で、うん、その、ボーカルみたいな人が、学生時代友達いなかったんで、でも、ロックなら、バンドやったら輝ける、陰キャでも輝けるんで、みたいなのを見て、うん、ギター始めて、うん、で、ギターやってたら、バンドで集まっていけるやろ、みたいな。うんってなったら、3年間、中学3年間友達もできず、ただただギターが上手くなっただけという。だからスタートっていう。いや、これまず1話見てほしいな。これめ、いや、もうでもな、はい、曲もめちゃめちゃなんか良かったな。なんか、もう完全さ、言ったら、うん、もうそら女子高生、まあ、舞台というか主人公たちが高校生やからさ、うん、高校生の歌が歌う歌、うん、やねんけど、うん、これ多分俺らぐらいにちょうど刺さるよという、はいはいはい、歌詞もそうやけど、はい、でもただただ、うん、でもやっぱりな、お金かけてるアニメはおもろいだ、うん、チェーンソーマンとかもそうやけど、あちゃんとお金かかってんなってもう大体わかるやん、うんうん、こんだけアニメとか見てたら。で、うん、正直、力入れてるなとか、
うん、昔のドラゴンボールなんかもうカツカツやったんやろなとかさ週刊毎週やってたアニメ、あ今読み返したらこの週めっちゃカツカツやったんやろなみたいな、うん、もうカメハメハ打つのに2分ぐらいかかってんでみたいなが、うん、あ普通というか、うん、いろいろ大人になってわかるけどしょうがないよなっていう部分は私子供の時見ててもそれを何の疑問にも思ってなかったし、うん、やねんけど、うん、やっぱりワンクール13話で今回のチェーンソーマンも毎週エンディング変わりますとかもそうやけど、うん、やっぱりきっちり期間決めてそこに全力投球してるアニメおもろいなってなるほどね、うん、たまにあるやん、うん、作画崩壊みたいなで話題になるアニメ、あ、うん、そこのそこじゃなくてもう完全もうド直球で、うん、ああなんかもうさ、うんね、その裏の、うん、なんか働き始めるとさ裏の頑張ってる人も思い浮かぶんよおじさんになるといや全然その職種じゃないねんけど、はいはいはい、あー手間かかってん、なんか昔はさになんか高校生ぐらいの時はさ、うん、ちょっと面白いアニメがあったら早く2期みたいな、うんうんうん、を簡単に、今完全時報なってるけど聞こえてるこれ後ろに聞こえてる聞こえてる4時半やから4時半流れるんですね。え、サクのとこ何時なの？俺5時ですって、もうちょっとなります、ね、あ、5時じゃあもう一回本編の時に流れるの。流れます、はい、流せるサクと俺のとこ窓は閉めてるから、はい、こちらは何々々ですは聞こえへんと思うけど、かすかに聞こえるぐらいでファーって喋ってるのが聞こえるぐらい、うん感じやけど、はい、そうだからだからまあな、年重ねていくし、アニメとかも、そういうのドラマとかも、映画とかも、まあ、やっぱ見るところ、多分変わってくるような。そう。刺さり方が違うというか。うんうんうん。で、俺、だから、そのうちさ、うん、もう見る気もせえへん、大人の恋愛ドラマとかも刺さるようになってくんのかな。あー、どうなんやろな。やっぱ来るんかな。なんかそういうのを言うときとか、時代劇とか、それこそやっぱ年か、やっぱな、年重ねていくあるかもしれない、戦争ものとか、なんか歴史を知らなあかんとかいう気持ちになってくんのかな。でも今はそれないんでしょ、てか昔からないんでしょ、そのないけどさっていうかところに関してはないけどさ、うん、でも明らか学のない人が政治家か語ってたりするやん。あれ意味わからんけどいやだからそれも多分、うん、昔勉強してなかったけどもう多分直接自分の身に降りかかってるからやと思う、うん、あの政治家ダメだどうだっていう言い始めるのって、うん、その今まで勉強してこなかった系の人がやんの、うんうんうん、その言い出すのも国がなんかし助けてくれなかっただとか補助金が出なかっただとか、うん、みたいなのを直接降りかかってなんか、うん、なんとなくなん勉強じゃないけど、うん、人に聞いたりなんやりでなんかしゃべる。いやーでもなー、この語ってる人たちのは俺はあんまりなんだろうな、学がない分、俺も学そんなないけど、うん、語るもんじゃないんかなって。そんな。な。でも、訴えていってる人おるやん。今なんかなってめっちゃ思ってあうんよね、それは、俺は。ああ。ないから。時間があるから。ね、ああ、でもそれも生々しいあると思うで。そういう面も。うん、だから調べる時間あって、なんかその、もう、調べるところもさ、そんなにちゃんと調べてないと思うんだよね。ああ、まあ偏見やけど。そう、偏見。いや、わかるよ、わかるよ、言いたいことは。そう。その毎日新聞読んでないやろ。でも結構新聞読んでるおじさんおるやん。うん。で、すげえ言い方悪いけど、コンビニでバイトしてた時も、うん。まあまあ、なんか小汚いおじさんがいつもスポーツ新聞とか買って行ってたね。どうせスポーツ新聞のさ、あん中にさ、ちょっと
ああいうコーナーあるわけやんか、大人向けのコーナーがあるから。ああ、なるほどね。それ狙ってるだけやろ、おっさんたち。俺偏見です、これ。偏見やな。わかるけど。じゃないと見ないだろ。わかるけど、まあ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 。うん、何思うんやろって思いながら買って、うん、別に別にテレビとか見てもレジ売ってた記憶あるけど、うん、ほんまに熱狂的な阪神のサポーターとかさ、あーまあまあまあ、まあ、そっちもあるな確かに、けど、うん、そうね、うん、まあ偏見だねこれ。まあ気持ちはわかるけどな。はいはい、じゃあこの辺で、てなわけで、じゃあカニコワとチャームシ第101回やっていきましょう。お願いします。チェーンソーマンが実写化したら、のもしもチェーンソーマンが実写化したらキャストを考えてみようということで、久しぶりの企画です ね, ね, ね。この前はリボンでやったんやったっけ。そう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 、やりました、ね、その前はあれリボン3回目ぐらいじゃない。なんかしたよな、リボンと、リボンと何やったかな、なんかしたよ。呪術回戦したっけ。呪術回戦してない、言ってたけど結局せんかった。あー、じゃあ2回目なんじゃないのかな。か、ほんま、なんかあと1回ぐらいしてそうな感じすんねんけど。2回目か。うちらの、うん。2回目だと思うで。2回目か。うん、まあまあまあ。ね。あ、今回は主要キャラというか、7人。はい。はい、レンジ、マキマ、アキ、パワー、姫野、うん、先輩、うん、ホベニちゃん、で、あと岸辺ですね。池尾氏の、はい。この7人の、キャスト、まあ、さっきまで2人で喋りながら考えてたんですけど、もう急増も急増やったんですけど、はい、はい。とりあえずじゃあやっていきましょうか。そうですね。まず、デンジから?デンジからいきますか。これどういう風にもう言う?言っていこうか。言って、あとで、そっちに入力してもらった方が助かる、俺は。あとは、編集とかあるので。ああ。はい、ここは。はい。俺は、デンジで。デンジからで。デンジからで。デンジから、はい、あれね。ああ、あとで、まあ、あれは送るわ。うん。誰言ったかは。はい。お願いします。はい、じゃあ、せーのでいきます。はい、じゃあ2人で考えた、電池2人で、はい、じゃあ2人それぞれ1人ってそうだね。はい、じゃあせーの、山田裕貴、北村匠海、あディッシュの、ディッシュの、うん、猫、あ猫の人、そう、あ俺山田裕貴、ちょっと狂気じみてるのはこの人か、わかるわかるわかるっていうのはあって、はいはいはい、うん、でもそこやな、一点、うん、人間味のなさというか、悪口かな。いやいや、演技でそれできるっていうだけ。ああ、なるほど、でも確かに、そういうの見たことがあるから、うんうん、山田裕貴は、なんか、はい、ああ、がすごい強いから、まあ、デンジやったらこの人かなと俺は思った。な。ああ、なるほどね。北村匠海かな。なんで？なんか主役、やっぱデンジって主役やんか一応。うん。で主役張れるような顔って誰やろうと思って。ああ顔でね。顔はとりあえず顔かな。ああでも大事よな確かに。で金髪似合う感じあるやん。うーん確かに。でも今東京リベンジャーズの。ああ。竹道やってますやんか。ね、で金髪もあって。で身長の高さ的にも別に悪くないのかな、高くもないやろうし、うん、なるほど、で
演技派ではある。うん、うん、そこまで演技下手ではないと思う。なるほどね。でちょっと嫌な演技もできるんかなって。ああ、うん、かな。歌ってんのしか俺見たことないねんな。マジか。俳優やってる。そう、俳優のイメージなくてさ。あ、そうなんや。これあんまり見たことないねんな。最近の俳優やん、だって。そうそう、最近。山田裕貴もそうか、でも。うん。俺も狂気で選んだな、完全。あー、なるほどね。俺はもう、主役張れるような顔。主役感な。もう俺は大事やな、確かに。うん。山田裕貴、確かにな。ちょっと、主役との隣ぐらいにおりそうな感じやんか。わかるわかる。主役感あんまりないのわかる。あの、うん、教師者でクラスの中心のやつみたいな感じの隣ぐらいの感じに、うんうん、そう確かに演技はめっちゃあると思う、うん、でも狂気で考えたらこの人かなやな、俺はただただ、うんうんうん、まあ、最近人気やからね、うん、まあそういいかもしれない。あるかな、そうあるかなっていう、うん、じゃあ次行きましょう。はい、マキマさん。マキマか。ちょっとお姉さんですね。お姉さん感とちょっとミステリアスな感じと、うん、俺はテンションはそこもクールな感じ。クール、うん、クール、まあクールやな。ちょっとクールだね。うん、じゃあ声しか来なかった。俺もせーの、黒木メイサー。ああでも系統似てるな。系統すごい似てるな。似てるね。うん、うん、北川景子かな。あでも北川景子わかるな。役ネバの、はい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 、はい、やってたやんか。やってたな。うん、あの演技力と多分なんかいけそうんじゃないっていう。確かにそうやな。唯一あるのが、うん、まだ黒木芽衣さんに比べて北川景子の方が柔らかさみたいなのあるもんな。そう、うんうん、笑いはせえへんねんけど、うん、あのなんて言うやろ、きつすぎなさ、うん、ツンケンしな、ちょっと黒決めつ、確かにツンケンしてるかもな。なんか、うん、悪くはないと思う。あけどミステリアスなんか強い感じする。そうミステリアス強すぎるな、うん、いや結局はミステリアスやねんけど、ちょっとわかるわ。そやな、柔らかさというか表面の、うん、声も多分そんなに低くない、高くないと思うんだよね。うん、うんうん、そうね。ああ北川景子確かにな。北川景子かな。あと、うん、スタイルも多分。でもちょっと、うん、ああどうやろう、ミステリアス感どうやろうな。北川出せそうじゃない。出せそうからな。昔、うん、セーラームーンやってた人やで、ね、あそこはな、ちゃんやもう好きやからね。今の北川景子。ああ。うん。役ネバのあれ見てってことやろ。俺役ネバな、名前は知ってるし、雰囲気も知ってんねんけど、うん、もう辛そうすぎて見てないね。ああ。心が耐えれる気せんくて、うん、見てない。北川景子かな、俺は。ああ。なるほどね。うん。北川景子か。なるほど、なるほど。あ、はい、じゃあ、次行きますか。はい。秋。はい、川秋。少しお兄さんな感じ。うん。うん、で、結構闇も抱えつつ。うん。じゃあ、行きましょう。せーの。菅田将暉。誰？吉沢亮。あー考えた、それも。あそれも考えた、俺最初吉田亮やった。うん、うん、けど菅田将暉のお兄ちゃんモードの時の感じ、うん、あでもちょっと優しすぎるか。でも冷たさないな。でも吉田亮かな。菅田将暉はなかったな。でも吉田亮ちょっと逆にさっきの黒木メイサパターンじゃない。そうなのよ、そうなのよ。ちょっとツンツンツンしすぎよな。うん、あのどんくささないやん。そうどんくささとか多分やけど金玉蹴られへんやん。
吉沢亮は、うん、そうねあの蹴るけど人のは、うん、蹴られる側は多分できひんと思う。でも沖田やってたからいけるんじゃないかなっていうのもあるよ。でもあれ完全弟やからな。あの上からやられんのと下からやられんのまたちゃうやん。うん、なんか吉沢亮の雰囲気として、うん、下からはやら下に舐められへんぞ感ない。ちょっとあるな。もうまあ、年下には絶対やらせへんみたいな。あ、難しいな。そうやね。でも俺菅田将暉俺も納得いってない。菅田将暉多分違うかなとね。は、うん、見た目の問題は吉沢亮かなってあるけど。そうやねんな。うん、もっといいの出したいな。真剣佑とかは。いいんじゃね。真剣佑よくない？吉田亮でいいんじゃね。真剣佑な気すんな。な。やったらなんか下からやられる感じするやん。うん。真剣佑だ。真剣佑かな。だね。そこは。出たな。うん、早川家は真剣佑で。だって。各ケントとかやったらちょっとさ、三枚目すぎるやん。ネタ感あるもんな。だから、切れるし。見てないけど、うん、今日から俺はのせいやけど。うん。なんかまあ、福田監督エグいもんな。うん。いや、でも、チェーンソーマン福田監督やらんと思う。さすがに。銀玉やからやれたみたいなとこあるんで。でもあれ、ほとんど勇者ヨシヒコやからな。そうな、確かに。ほとんど勇者ヨシヒコやからな。うん。あ、じゃあ次、パワー。あ、パワーな。パワー。あれ、山本舞香。あ、俺、橋本環奈。あ、お前言った俺も。橋本環奈。うん。声がなっていうのあるけど、でも、橋本環奈の、いつも俺結構声でブーブー言うやん。うん。そういう話になった時。うん。唯一合うかなっていう。ああ、なるほどね。うん、いや、そのアニメの声の人が素晴らしいのは前提で、うん。でも、いろいろじゃあ、女優を並べたときに、うん。俺、橋本環奈、声って結構特徴的やと思う。うん。赤、なんか、あの、甲高さというか。うんうん。でも、そんな高いわけじゃなく、なんか低く甲高いみたいなあの独特の声、うん、あれじゃあパワーいけんじゃん。確かにパワーいけそうな感ある。スタイルも含め、うん、確かにいけそうから。いや迷ったんよ俺は。それは橋本環奈とは山本舞香あのはなんか日本人美人すぎひんと。ちょっと裏切り感とか腹黒さはめっちゃあるやん。ああ性格悪そう。でも腹黒ってパワーを腹黒と捉えるかどうかみたいなとこあるけども。腹黒ではない、ずる賢い感じ。そう、いやでもあれ小悪魔的な感じやん、うん、山本舞香。どっちかというと恋愛映画、うん、恋愛ドラマで男を惑わすその、あ、ちょっとそうね。そっちやん。パワーも純粋に人を裏切るから。うん。その純粋っていうのは、ほんまに純粋にやから。うん。うん。ったんよな、橋本環奈と。だって山本お前か言わへんやろ。わし、ノーベル賞考えておったって言わへんやろ。言ってくれたらおもろい。めちゃめちゃおもろいけどな、それ。うん、めっちゃ好きになるけどな、それ。うん、演技力はあると思う。ああ、でもちょっと。ガサツさは。風が入るならちょっとガサツさあるやん。ああ。女優やりだしてからやけど。橋本環奈かな、だったら。俺はな。俺は橋本環奈や、俺も。
一作品に一人橋本環奈で。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ次、姫の先輩。これはちょっと2人とも結構頭悩ませた。でも結局捨てた。あのキャラクターですね。捨てた。まあ、年齢、うん、俺も年齢は度外視してほしい。うん。ほら、あれ、銀魂でおたえさん18歳、長澤まさみさん10歳がやってるのを鑑みて、うん、ちょっと考えてほしいけど、じゃあ行きましょう。せーの。吉岡里帆。満島ひかり。しょりこう綺麗すぎるな、ちょっと。そうなのよ。いやでもなんかね、あの渡り顔が綺麗とか、あの顔が綺麗とかじゃなくて、負け、うん、泥臭さないよ。いや、なんだっけ、明けガラスかなんかっていう菅田将暉の主演のやつの映画があったんやけど、そこでほんまに汚さの女優やってたから、ああそうなんだ、キャラクター 役的に、そんなあ、でもな、そう、色気があるだけ、これは、ここは。ああ。ショートカットで色気がある。で、ワンチャンいけそうな感ある。でも、あざとさがある、うん。ちょっと違うんかなっていうので捨ててるっていう。でも、なんか、あれよな。うん。ゲロ吐くかね。吐いてくれたらおもろいやん。俺水島ひかりか、やれそう。ああ。姫の先輩、単純に。で、うん。なんか、うん、先輩感あるやん。ある、ある。水島ひかり。うん。めっちゃ迷っ、難しいな。うん。で、なんやろ。妙な色気があるやん。うん。あ、ほんまなんか、あの、手に負えへん感。うん。なんか行ったら、こいつおもんなって思われそうな。うん、うん。まんまと、その、じゃあ、ちょっと、なんていうの？うん。あの、誘われましたって、そのままついて行ったら、わ、こいつおもんなってなりそうな。あ、なんか、めっちゃ一気に下に見られそうな。うん、感じ。ホイホイついてったら、うん、なんかその感じがあって、満島ひかりは俺の中でやけど、色気があるかってなるんよな。でも俺は、うん、だから色気の、だ、姫の先輩の色気ってさ、だからミネさっきも言ってたけど、うん、俺の中でそれはなんで、じゃあ大人のお姉さん美里さんやったり、うん、じゃないねんな、種類が。あ、そうなんや。もっと複雑な感じする。俺、美里さんなんよな、色気が。なんか、そうやね。でも、わかんねえ。ダメなところも見つつの肝心なところで、みたいな。うん、かっこいいみたいな。あ、あるある。でも、そこの側は一緒なの、すごいわかんねえけど。うん。なんかな、姫の先輩。姫みたいな色気ではないんよな。あ、だから、美里さんの色気の色が紫やとしたら、うん、姫の先輩、ちょっと黒いねんな。黒いんやか。あの、ドス黒さというか。あ、でも、実は一番純粋なんで。うんうんうん。実は一番純粋やから難しいねんな。いや、それは、美里さん家事の、あれも、うん、そうっちゃそうやねんけど。そうなぁ、確かになぁ、おかしいなぁ。うん、そう、難しい。ちょっと姫の先輩難しいですよね。吉岡里帆ではないんで。ないで、ないです、はい、ないです。言って考えると言われたからやってみたけど、もうって感じ。姫の、そう、姫のは、いや、本田翼とも迷った。色気ねえなと思ってやめた。あ、さあ、本田翼もちゃうねんな。だから俺、長澤まさみは結構そうかなと思ってんの。うん。うん。言い表せへん色気というか。うん。うん、いろいろ迷ったんよな。あ、うん、うん。
いろいろ女優おったよね、俺の中では。ああ。の先輩は。中澤まさみあるねんな、でも俺の中で。俺、北の木とかもやったよね。ああ、でもちょっと可愛すぎるな。そう、可愛いし。あの、小動物的な可愛さすぎるな。ちょっと違ったし、あと木村文乃。ああ、ちょっとお姉さん感あるあるちょっとしっかりしすぎじゃない。そうそうなのよ、だから違うな、ね、難しいな。確かに吉岡里帆と木村文乃の間ぐらいが多分ちょうどいいんやろうけど、ないんよね。長さんはそうかな。でも長さんもあそれ長さあ長さんもサビかな。そう思ったら眼帯昔じゃないな。でも昔じゃない。分かる。今の長澤まさみでもない。そうやねん、そうやねん。ちょっとちゃうのは分かんねん。うん、若い頃の若い頃はちょっと可愛すぎんねんな。そう、ああそう分かる。ショートカットでね、ちょっと厳選してたか俺は。まあ、長澤まさみやったらやってくださいって言ってやりそうやけど。できそうだけどね。マキマもいけそうなんや。俺らの想像なんか軽く超えていきそうやけど。うん。でもかっこいい部分もあるからね。うん。うん、あ次行きましょうか。小紅ちゃん。小紅ちゃん。小紅ちゃんは俺結構さっきちょっと喋りながら準備してる言ったけど、うんうん、結構この映画がクソ映画になるかどうかは小紅ちゃんのうざさにかかってるんじゃないかっていう説を喋ってたけど、はい、俺はもう演技派でやってもらおうかなと、うん、お俺はもうちょっとかわい俺でも割とかわいさ重視かも。ちょっと俺はあざとさあるちょっと、うん、せーの福原遥上白石萌歌。え、どっち上白石とか。だから俺顔見て決めたから。うん。はい。うん、顔か。顔と。え、なんかでも、薄くない？あの人って、おべんさんって。薄い。上白石萌歌とか胸とかってさ、結構濃くない？濃いか。ちょっと顔目大きいし。あ目大きいけよ。でもなんかおどおど感出せそう。ああおどおど感じゃ、うん、そうそう俺おどおど感もあって、うんうん、そのかあの可愛さというかおどおど感やな。うんうん、おどおどこの人おどおどできんのかみたいな。うん、うん、でふでおどおどしてて、うん、かわいそうに見えるか、聞き弱そうに見えるか、うん、なんと思うね。うん、あ俺は聞き弱そうに見えるかなっていう。うん、あれやわ、福原遥やねんけど、まいんゆるキャン、そう、まいんちゃん、ゆるキャンの実写、ゆるキャン、あーはいはいはい、ゆるキャンの実写ね、の主人公、こうやってたんやけど、あ黒髪ロング、なでしこじゃなく、なでしこじゃない方。え？りんちゃんか。そう、りんちゃん、りんちゃん。りんちゃん、はいはい。やってたんですけど。うん、で、ちょっと、あざとさも多分あると思うよね。あるあるある。あるある。うん、だから、いけるんじゃないのかな。あざとさで。顔も含めて。あ演技力もあって。でも小紅ちゃんはあざといと捉えるかどうかで、ちょっとあざとくない？でもなんかガチの可能性あるやん、あの子。うん、ガチで怯えてる可能性あるやん、あの子の場合。でも結構人間味あるからさ、わかんない。モテようとしてるかどうかの問題あるやん、うん、今モテるより生きるの方があの人だ、ね、プライオリティ高いと思う、うん、優先度が。あとメイド服着たやんか、うん、あれ、いけんじゃないかなって、福原遥か。でも、それ、かわいすぎへん。いや、かわいいよ。それだって、上白石。いや、なんか、でも、微妙にやってないかよ、欲しくない、小紅ちゃんが着ると。似合いすぎてましても、まあ、それだったら誰も無理か。上白石もかも、絶対似合うもんな。うん。
あのちょっとのきつさ、ああれあの女優をなんだっけ、誰だっけ、誰、ごめん女優出てこないもうわからんて、誰やろう、ちょっとでもちょっとの似合ってなさを欲しいな、コベニちゃん。ああ、そうなるともうちょい。あれや、あの、清原かや。はあ、はい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 。いけるくない？そっち？はい。清原かや。清原かや。どうですか、見た目的な問題ですけど、これで絶対似合わなそうな感じはするよ。似合わなそうやな、確かに。そう、似合う系の美人じゃないもんな。うん、でも演技はいけると思うから。なるほどね。で黒髪やしっていう、なるほどね。うん、あのコメニちゃんむずいな難しいなはい、じゃあ次、はい、岸辺最後、はい、これはもう俺も決めこれやな、せーの、吉川晃司。え、吉川晃司かっこよすぎん。いや意外にやって、嘘、吉川晃司は椎名桔平のがちょっとじじくさくない？ああ、まあまあわかるよ、ちょっと面白い時短入るやん椎名桔平。でもクールな感じあるくない？あるあるけど、でも面白もちょっと入ってこうへん。ああ、吉川晃司か。ああ、写真、写真見たらわからん。わかる、なんか写真じゃ俺もかっこよすぎるかなと思ったけど、写真見たらあれいけんじゃねっていう。え、ちょっとかっこいいな。でもかっこいいねんけど、あー、吉川晃司か、あ、なるほどね。 Be my baby。 でもあの椎名桔平か寺島進む。ああ、寺島進むなー。でも、いけそうじゃない、ちょっと面白入るやん、どっちも。そうなんよ。刑事ドラマのちょっと上の方で、うん、ちょいいじり入るみたいな。ちょっと親父がギャグ言いそうな感じ、うん、上司にも。はい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 、はい。上司で親父ギャグ言いそうな感じがちょっと出てるやん、二人とも。吉川晃司絶対言わへんやん。で、多分岸辺も言わへんねん。うん。うん、ちょっとだから逆に人間味あんねんな。だからデンジじゃないけど、ちょっとデンジの毛があるやん。うん、うんうんうん。だから、うん、そうなった時はやっぱり俺だから親父ギャグ言わなさそうな人で考えた見た目かっこいいな。でも吉川晃司はでもいける、いけそうな感あるな。身長高ないか、それはある。確かにだいちょっと高い気がする。あれ岸辺低かったっけ？そんな高くないイメージあるよ俺。岸辺？うん、そうやったっけ？うん、多分。あとはあれかな、でももうちょっと、じゃからそれより下の世代で考えたら山、あ、できそうな人誰やろうな。いや山田孝之とかできそうやけど、白髪とか度外視したら。でもちょっと年齢若いかっていう。誰やろ、誰かな。俺は吉川晃司かなって思ってやってる。そうか、いいな、決定ではないのか。なんか面白入るな、俺の中で。
面白が入る。なんか面白あー待って。だってパワーの攻撃わざと当たりそうやん。渡部篤郎もダメか。渡部篤郎も面白入んな。面白しかいねえじゃん。そうやん、だから結構面白入っちゃうねんな、意外に。そう。違う。いけるかな、でもこの人。あ、ダメや。神保さん。誰やっけ？相棒の。神保さとし。そう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 。はいはいはい。いや、この人も面白入んな。いや、刑事ドラマで上司やってる人、大体面白入るって。遠藤憲一？ああ、面白いだろ、あの人。面白いだろ、あの人。面白が入るやろ。北村克樹。ああ、でも面白入んな。福山雅治。いやー、滝藤健一。面白だな。松重豊。あ、でもいけないかな。面白入るって。入るか。それこそ堤真一とかなってくんじゃん。なんかうるさいじじになりそうだね。堤真一？そう。なんか堤は違うかな。竹野内豊か。渋いわ。まだ吉川晃司。金沢俊明もなんか面白いじゃない？ちょっと面白入る。俳優ちゃんと強そうじゃないとあかんねんな。あ、あれ西島秀俊。ああ、はいはい。でもちょっと優しそうすぎひん。ああ、確かに。それははい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 。あ、演技派おるやん。誰？高橋一生。ええー、ちょっと弱そう。え、マジか。弱そう。弱そうか。ちょっと弱そう。電池とパワーで倒せそう。倒せそう、それは。小田切り城。ああ、それはもう竹野内豊と一緒の理論やろ。絶対。そう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 。反町隆史とかも。うん。かっこよくて。谷原章介とかは優しくない？ちょっとサイコパス入るか。うんうん。顔にね。はい。あ、浅野忠信。いやー、あー、浅野忠信なぁ。浅野忠信なぁ。あるけど、でも面白入るなぁ。ダメだね。面白入るなぁ。やっぱ吉川晃司やって。そうか。なんか面白入るわ。キッカーコーチだ。今そう、俺の中でも今キッカーコーチが今勝ってるよ。勝ってるよな、うん。いやでもこれちょっともうちょっとあるんちゃうかとも思ってる自分もおんねん。うん。中村獅童とか。いや面白だろあの人。面白か。だって NHK でなんかやってんだろあの人。ああ。歌番歌。かかわってる。ダメ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 。チェンソーも終わっちゃうよ。チェンソーも終わっちゃう。あ、ダメだね。ダメだね。水谷五郎。はいはい、うん。ちゃんと考えよ、これは。あ、ちょっと。ちゃんと、また、もうちょっとね、欲しいな。情報というか、あれが、はい、はい、今日のこれ。カルカドチャンス。はい、エンディング。はい、このままやったら1時間超えそうやったんで、はい、岸辺だけで、はい、ちょっと止めましたけど、
まあね、はい、久々に考えるとちょっともうちょっと事前に考えてやろう次の。そうだね、二人とも見てそうなやつで、うん、イメージできそうなやつで、うん、はいはい、てなわけで、はあ、そうっすね、まあイーフト配信とかやってるんで、もしよかったら見に来てください。はい、これかな。でも、うん、まあ龍が如くゼロと、僕と彼女の研修日誌やってるんで覗いていただければなと思います、はい、てなわけで、あ、なんかあっさりしてね、エンディングトーク。もうちょっと喋らんかったっけ。もうちょっと喋ってますよね。まあ、いやでも、ね、そうね、でも結構納得いかん、な、急増にしてもうちょっと考える時間な、ほんまに。さっきも言ったけど、そう、あとまあ西澤さんがまあコメントをね考えてくれたら嬉しいなって思います。そこはちょっと皆さんが思うチェンソーマンの配役、この7人の、はい、ポチタはあれでいい？指示でソフトバンクの何でかエロ塗るのか。炎上してたよな。ダメだね、動物愛護団体がみたいなやつ。いや、なんか炎上してたよ、ピカチュウの色に塗ったね。なんか残ったね、うん、炎上したみたいな、うん、あ、そうなんだね。まあ、だこの辺で終わっときましょう、はいはい、お相手は柏店とサクでした。 See you next week。